どうもクライネット奏者なおです。今日は雑談会にさせてくださいということで、ニコニコ動画の人は申し訳ないです。過去の動画を結構上げてるので YouTube の方にもう雑談会とちょっとなんて演奏動画1個増えたぐらいしか今週はなかったんじゃないかななんて思いますけど、今日は、クラリネットのタンギングの話、ちょっとリクエストがあったんでタンギングの話していきたいと思います。クラリネットタンギングっていうのはね、まあ、クラリネットだけに限らないと思うんですが、大きく分けて3つの種類があります。1つ目がまっすぐ息を鳴らしてて、それをこうタタ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 タ、こうまっすぐの息に対してこう区切らせる打球で、もう一つが息を流しっぱなしで止める、タタタってこんな感じで止めるタンギングで、三つ目がエアタンギングに近いタイミングですね。ですね、本当は楽器を出して例を出せればよかったんですが、申し訳ありません。楽器を吹ける時間をとうに超えての録音をして、録音じゃない録画をしておりますので、楽器が出せないんですね。でただまあ楽器出して吹いてもちょっと分かりにくいので、ちょっとタイミングの使用例としてね、過去の自分の演奏動画を今あげますね。まず、一つ目のタンギングで、まっすぐに流して、トゥー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 って区切ってる例、もし、今流しますんで聞いてください。こんな感じです。で、2つ目の例、息を止めてタンギングをする例っていうのは、こんな感じです。今流します。ですね。まあこんな感じです。今度はエアタンギング、これ一番自分対応すると思うんですけど、エアタンギングというか舌をつくと同時に息でトゥトゥっていう感じでタイミングしてる例がこちらです。って感じですね。まあ使い分けとしてはこんな感じで自分は演奏の時に使い分けております。で、それぞれ使う用途があるんですね。一つ目のタンギングは、まあ、柔らかい曲とか、優しい曲とかで区切らなくちゃいけない時とか、あと、早いパッセージで、だけど、その短さは求められてなくて、タンギングすることだけは求められてる。トゥ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 とかね、トゥ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 とか、初音ミクの消失みたいに、あれはダブルだけど、トゥク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 とか、ああいうのを求められたりとか。時に使いますね。で、2つ目は息を止めるってことは短くなんですね。息を止めるって時はだいたい短さを要求される時、早いパッセージでの短さじゃないみたいな、そういう時に使います。で、長めのタンギングの時っていうのは、短いタンギングなんだけど響かして聞かせたい、綺麗に聞かせた時に使いますね。まあこんな感じにクライネットには大きく分けて3つのタンギングがあるんですけれども、なかなか教えてくれる人多くないんですよ、先生もね、先生たちも。で、よくタンギングで悩む人たちって多いんですけれども、それぞれのタンギングの種類を演奏によって使い分けるのはさることながら、このタンギングは、それぞれ、方法というか、テクニックが全く全然違うんですよね。で、一つ目の区切るタンギングに関してはただこう区切っていくだけなので、舌を離すことを意識してください。舌をつけるのではなく離す、早く離す、できるだけつけた瞬間にすぐ離すことを意識する。そうするとすごく綺麗にロングトーンをまっすぐしながら離すことだけ意識するもんだから、綺麗に切れます。で、なおかつ離すことを意識してるからアタックね、アクセント、無駄なアクセントがつきません。
トゥー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 ってで、そういう無駄なアクセントつかないように力を抜いて下は離すってことを意識してください。これあのタンギングの一番よく使うタンギングですよね、皆さんがね。基本練習でもさ、トゥー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 っていうようなよくやるやつですね。で次、息を止めるタンギング、これ結構難しいんですけれども、あの別に今すぐにね、あのマスターする必要性がないんだけど、あの息を止めるタンギングはどっちかというと、タンギング舌をつけることを意識するんですね。あの舌をつけて息を止める、トゥートゥートゥーって感じね。でまっすぐ伸ばしながら止めて、息を止めて離して、あの息をじゃない、舌をつけて息を止めて、でも息は流してるイメージでこう圧力かけといて、でまた離す、で止める、離すみたいな。でこれをトトトトトってやっていくと、すごい速いパッセージの短い音を作ることができます。トトトトトトトみたいなね。すごいアバウトな説明だけど大丈夫なのかな。で、エアタギングの場合は、エアタギングっていうかその響かせるスタッカートの場合は、息の塊を一個ずつ飛ばしていく感じで、それに舌を軽くつける。トゥトゥ、これですごく綺麗な、スタッカートを作ることができます。こんな感じでね、これくらいのかん、ね、短く解説できることなんですけれども、なかなかこれを教えてくれる人っていうのが世の中にいないんですよねなかなか企業秘密なのかな、それとも、いやそうじゃないでしょうね、やっぱ教えづらいっていうところはあると思います。でもタンギングほど自分しかわからないっていう部分も大きいので、でもそれってリードもね、息の苦しさも一緒なんで、実はそうではないんですけれどもね。ということでタンギングに関してはこんな感じで練習していきましょう。でタンギングがね汚くなってしまうっていう悩みは結構あります。でタンギングが汚くなってしまう理由はたった2つの理由です。さっきも話しましたけれども、息がまっすぐ入ってないパターン、ロングトーンがしっかりできてないからタンギングが汚くなっちゃう。でもう一つが、舌のつく時間が、そのタンギングに合っていないから汚くなってしまう。例えば本来舌を離して、すぐに舌を離してこう区切っていかなくちゃいけない、そういうタンギングの時に何ていうかな、舌が、離れるのが遅かったりとか、あと指と舌が合っていなかったりすることによるリードミスとか、そういうことは往々にしてよくあります。まあその辺は気をつけて基礎練習練習に励んでいっていきましょう。であと舌の位置の問題、タンギングの位置の問題を結構熱く語る方いるんですけど、これがねすごくびっくりするんですけど、全員違います。これ間違いない。プロの人一人一人に聞いてみてください。まあ聞く機会ないか。で自分もそのいろんな人たちもみんな自分が一番つきやすいところでついてます。先っちょでつける人もいれば奥でつけてる人もいるし、自分は下から1センチぐらいのところにつけています。これは人によってバラバラなので、自分が一番楽に舌を離せる、舌をつけれる場所を意識してタンギングしていきましょう。ということでね、タンギングの話こんな感じなんですけれども、なかなか舌のこととか、リードのつき方っていうのは感覚値のところが多いので、実際にね生徒さん見ないとなかなか具体的にこうしろああしろってのここまで喋っておいてあれなんだけど、言うこと、アドバイス、具体的なアドバイスすることは難しいんですけれども、まあ、基本的には今まで今日喋ったことを意識しながら、普段の練習に励んでみてください。ということで今日は舌とリードっていうかね、まあ、舌とリードじゃないや、タンギングの話をさせていただきました。また明日から演奏動画上げていくんでよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。